本庄のアスピア小玉、本庄市八幡山内にある小玉公民館で10月20日文学講座吉野博の詩を語る読むが行われました。講師に吉野博さんの長女久保田奈々子さんを迎え14人が参加しました。吉野博さんは山形県酒田市出身の詩人で、代表作には夕焼け、I was born などがあり、いくつかは中学国語の教科書で採用されました。父親が私に送ってくれた大切な大切な言葉であろうはずなんだけど、とっても重くて、私が中学3年生の時にこの詩が初めて教科書に載ったんですね。国語の七子に赤いリンゴの頬をして眠っている七子、お父さんがお前にあげたいものは健康と自分を愛する心だ。人が人でなくなるのは自分を愛することをやめるときだ。以上、本庄経済新聞がお届けしました。